米女子ゴルフツアーメジャー最終戦 AIG 全英女子オープン初日22日イコール日本時間23日イギリススコットランドのセントアンドリューズオールドシーイコールパー722019年大会を制した渋野日向子25イコールサントリーが80と崩れて8オーバーの134位で予選落ちのピンチとなった写真初日 2差4位につけた西郷真央強風の中でプレーを強いられ、1オーバーで迎えたインスタートの17番パー4。ホテル越え T ショットの名物ホールで痛恨のトリプルボギーを叩き、後半も巻き返せなかった。渋野は、ナス術なしという感じ。すごい難しかった。風もあったり、ラインも読めていない。なんかイメージが湧いてなかった、とお手上げ状態だった。 ホールアウト後は修正のために練習をする意向を示したが、プロゴルファーの岡本彩子は試合を中継した UNEXT の解説で、もし私だったら、こんな風の強い日には練習しないで帰ります。強い風に当たると、ものすごい疲労感を感じるんですね。そこに対処しないといけないんで、帰って暖かいお風呂にでも使ってという感じでしょうかねと指摘した。練習だけが全てではない。レジェンド。 は、翌日に疲労を残さないことと、気持ちの切り替えの重要性を解いたわけ。厳しい位置とはいえ、この二つをクリアできるだけでも予選突破の確率は上がりそうだ。